スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。それスノ、TBS 系で、バラエティの対応力が急成長しているラウル、20。同番組でのラウルのエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。問1、6月2日放送の、それスノで、ラウルは9歳の天才キッズダンサー、ホナツちゃんを訪ねる単独ロケを行った。極度の人見知りなホナツちゃんとの距離を縮めるため、ラウルは、だるまさんが転んだ、ボダンスアレンジした、が転んだ、を考案。に入るのは何？問いに、6月9日放送の、それスノで、ラウルは渡辺翔太、阿部亮平と3人で、熊本の歴史ある、九州金魚すくい選手権大会に挑戦。東京で事前に達人に秘伝技を伝授されたものの、現地熊本の金魚は動きが速くて大苦戦。ラウルは、してきたと、金魚に絡めたダジャレを披露。現地で滑りながらも、スタジオの笑いを誘った。そのダジャレとは？問3、5月12日放送の、それスノで、アイドル以外の職業にガチで挑む企画で、メグロハスがスーパーで、00の店頭販売に挑戦。そこにラウルがサプライズで登場して、売り上げに貢献した。ラウルがメンバー全員分をまとめ返した上、他のお客さんへのアピールになった。00、花に、スタッフもラウルを温かく見守る。問1の答えは、ダンスマンが転んだ。生かしたダンスポーズで静止するというルールで、ホナツちゃんが所属するダンススタジオのキッズたちと、ラウルはノリノリで楽しみ、一人でもロケを成立させるスキルの高さを見せた。詳しくはこちら。問2の答えは、金魚、緊張してきた。とっさのダジャレ披露にスタッフは気を使ったのか、ナレーションで、今一番注目を浴びるアイドルグループだが、まだデビューして4年目。いろいろと、試してみたいのだとフォローが、ラウルの伸びしろを期待していると思わせるシーンだった。詳しくはこちら。問3の答えは、1号。ラウルは目黒のスケジュールを把握して、自らロケ現場へ。最近、目黒が自宅にスムージーの機械を買ったと、プライベートの情報を披露するなどしてロケを盛り上げ、多くの視聴者から、名アシストだと称賛の声が寄せられていた。詳しくはこちら。4月28日からゴールデン進出を果たした。それスノで、ロケ企画の登場機会が多めなのがラウル。昼放送の頃から、メンバーのボケに対するツッコミやフォローなど、バラエティ対応力の高さがファンの間で評価されていたが、スタッフの期待も大きいようだ。画像、ラウル、全部かっこいい。LA で見せた19年の成長過程、まだまだ成長中。来年にはどんな姿を見せてくれるのか？